こそ幻のレストランジェイズダイナーへ。現在当店はランチ営業中でございます。裏ではメンバーたちが働いておりますが、現在休憩中の私たち2人が勝手にトークしていくランチダイナーやっていきたいと思います。勝手にやってやるぜ。本日は YouTube での公開となっております、はい、お楽しみください。はい、どうも。はい、というわけでですね、はい、モッキーさんやってまいりました。ランチダイナーのお時間でございます。ランチダイナー、ランチって何？お昼ご飯ですかね。あ、はい、ランチダイナーということでですね、はい、スポンサーはドリームスタッフさんでお送りするわけなんですけれども、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ランチダイナー初めてということでですね。初めてなんだ。はい、初めてでございます。はい、普段はですね、石野勇気、柳矢尾、クリームミクの3人でナイトダイナーというね、トークイベント夜を行っているわけなんですけれども。なんか夜な感じだね、それで。何待って、俺どういうテンションで行けばいい？今日これでいい、これでいい。もうちょい落ち着いてもいいと思うぞ。落ち着いていいの、分かった。はい、じゃあ落とすわ。普通でいいのっていうか、普通が今のでしょ。どうなんだろうね。まあそんなわけでですね、このライトダイナーじゃなくて、はい、ランチダイナーというのになっております。お昼ですね。はい、うん、それぞれ自己紹介をしていきましょうということなんですけども、改めましてジャム内のギズモでございます。よろしくお願いします。そして男梅でございます。待って待って、身内からの拍手が起こっております。雑じゃないそれ。雑すぎない。自分で自己紹介お願いします。モッキーです、どうもよろしくお願いします。はい、というわけでこの、なんでお前なんか言えよ。この二人でお送りしていきたいと思います。はいはい、ですね、設定、普段はね、ナイトダイナーということでですね、普段はなんですけれども、はいはい、ディナータイムを終えてバー営業中に勤務を終えた3人が、そこでくっちゃべってるっていう設定なんですよ。ああ、こう飲みトークみたいな感じってこと？そうで、これに関しては私たちは休憩中ということでですね、はい、ランチのクソ忙しい時間に休憩を取るやつらっていうね、それダメなやつだな。普通だったらありえない。いや、クビ出せ、もう一発でございますけどね。そういう形になっております。ちなみになんですけれども、この2人、今月ですね、5月にですね、リリースを控えておりまして。はいはい、ああそうですね。まずモッキーさんが5月の14日金曜日に、梅干しということですね。はい、梅干しですよ。梅干しだけが笑っておりますけどね。梅干しです。じゃあ梅干しってすごいからね。何が？梅干しって酸っぱいじゃん。はい、あのご飯進むじゃん。はい、体にもいいじゃん。はい、やばくねっていう。やばくねっていうことでですね。無敵なんで、梅干し無敵なんで。まあ、男梅みたいな顔したやつがリリースする梅干しという曲がですね、5月の14日ですね、はい、リリースになります。ね、ぜひチェックしてください。はいはい、お願いします。そして私がですね、5月の21日金曜日にですね、翌週ですか？そうですね。うんうん、リリース控えておりまして、ストップエイジアンヘイトというですね。どういう意味？どういう意味？それ俺に英語わかんない。アジア人嫌いを止めろ。アジア人嫌いを止めろ。まさかこんな説明をさせられるとは思いませんでした。アジア人嫌われてるの？何？いろいろあるんですよ、ニュース見てください。何？俺最近見てない。ニュースを見ろ。何？大変なんだよ。大変なの？大変なんです。はい、詳しくはニュースをご覧ください。見ます。はい、はい、そんなわけでですね、はいはいはい、2人ともリリースがありますということでですね、はいはいはい、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、そしてですね、これは5月4日のお昼に公開されているということなんですけれども、昨日ですね、モッキーさんの、DJ のプレイの動画が、あ、この前やったやつ、はい、それ出るのか、昨日上がっております。出た、はいはい、その動画がですね、普通に俺が作った曲流すのかな、いっぱいって思ってたんですよ。そんなことするわけないよ。毎回やってたやん、そうやって。やらないよ。3回目なんですけどね、3回目にして初めてゴールデンウィークの特別企画というと、なんでしゃべってんの。来週 DJ しなきゃいけないと思って、もうやばいじゃんと思って、もう泣きながらこうパソコン叩いたから、ね、その話は今から後でするから、説明だけさせてください。なんとかなったよ。説明も身内が爆笑だよ、本当に。よかった、うん。というわけでですね、はいはい、まあ、普通に僕が作った曲を流すのかなって思ったら、はい、モッキーさんがなんとですね、全曲自力で作ってくるっていうですね。当たり前だよね。いきなりやる気見せやがってですね。モッキーさんが自分でプレイする曲を自分で全部構築したというですね、はい、動画がすでに上がっておりますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。パコンで聴いてほしいですね、本当に。はい、そしてその2日前にですね、はい、アコースティックのドライブをここでやったのも、はい、YouTube で無料公開しているということでですね、まあ、ざっくりかいつまんって言いますと、このセットでやってるライブっていうのはですね、はい、普段会員制なんですよね。ああ、
そうですね、そうなんですよ、会員制でですね、はいはい、会員になってくださった方に月額2500円で、常に配信を行っているんですけれども、いつもありがとうございます、本当にありがとうございます、会員の皆さんいつもありがとうございます、ありがとうございます。ただね、ちょっとはい、ゴールデンウィークを、はい、誰が言い出したか、スーパーゴールデンウィークにしたいって言ってね、毎日配信があると、お前やろ、どうせお前やろいうことでですね、まあ、やっぱエンターテインメント業界に生きてますからね、どうですね、毎日何か届けたいということでですね、うん、なんか楽しくていいね、あ、本当ですか、よかったです、はい、楽しいね、まあ、その結果ですね、はい、普段月に 5,6 本の映像を上げてるんですけれども、うん、毎日やっていくとサーバーが容量が足りないということで、ね、一部を YouTube で公開するということになりました。はいはい、そういうことか、なので YouTube でね、ご覧いただける方っていうのは、待って待って、じゃあそれいろんな人見れるってこと？そう、全部無料なんですよ。うちのおかんとか見れるの？うちのまさやも見れるですね。おー、マジか、おかん見れるっておかん見てますか？今おかん実家長崎帰ってるからさ。あ、ほんと、まさやも長崎でチェックできますか？長崎、待って、ね、ネット環境があれば見れるってことか？あれやって、あ、じゃあ多分、あって携帯さえあれば見れると思います。マサイを見てますか、うんうん、はい、まあ、そんなわけでですね、うん、ここまでやってきました、ね、ランチダイナー、うん、はい、もうなんか終わっちゃう気分だな、今日は、そうだ、今日は、じゃあ、なおちゃん、はい、ちゃんと今日はトーク番組なんです。そうなんですよね、頑張ろうね、はい、頑張ろう、頑張ります。はい、はい、これ何やこれ、はいはいはい、ギズモとモッキーの約20年思い出深いエピソードはということでね、冒頭ちょっと喋っていきたいと思うんですけど、待って、はい、あるあるよ、いっぱいなんだろう、なおちゃんとの思い出エピソードあるでしょ、いっぱい、これ何、なんだろう、なおちゃんとの思い出エピソード、はい、20年も一緒にいますよね、なんだろう、はい、なおちゃん、なおなんね、じゃあ、はい、なんでしょう、なおちゃんね、いつも移動中寝てるからね、はい、あんま話さないの、ぶっちゃけで、だいたいいつも横にいるの勇気だから、だいたいなんか勇気といろいろなんか話したりとかしてる記憶はある。あ、じゃあ俺との思い出はないっていうことで、いや、まあないわけで、で、なんかコンビニ着くとね、なんか気がついたのにさってくるの、俺、なおちゃん起きてんじゃんみたいな感じになって、なんかご飯食べながら帰る。おいやいや、何がおかしかったんなんかいや、そんな感じ、コンビニの話で言うと、うんうん、インディーズ時代に、はいはいはい、246かな、横浜から、うん、箱根に入っていくような帰り、そう、帰り道で、あ、多分東京でライブやって帰りってことですね。そうそう、ね、うん、確かね、横浜でね、牛丼屋に寄るんだよ。広北どこ、ちょ、すごいの、ね、ちょ、吉牛、ね、そうそう、246ずーっと行って山に入る前にね、信号機のところに吉牛があった思い出がある。そう、そこに必ず寄ってたんですよ。 うん、でそこでご飯食べた直後にね、ね、うん、モッキーさんがね、コンビニに行ってね、食べ物バカ買いしてたんですよ。いや、これ基本でしょ、こいつどんだけ食うねんっていうのをね、じゃあ、はいはい、はい、なんでしょう、ご飯食べるじゃん、はい、飲み物飲むじゃん、はい、そうすると今度は甘いもの食べたくなるじゃん。アイスとかバカ買いしてたもんそら太るなと思って、まあ、アイスは正義だね、はい、アイスは正義ということでですね、はい、まあ、他にもいっぱい思い出あるよ、うん、なんか公園でサッカーしたこととかあったよね。あー、それ話したの今、下の鴨居の公園でサッカーやったよねなんかね、急にちょっとさ、もちろん話なんだけどさ、何は気まずかな空気と思って、そう、サッカーでもやろうみたいな感じになって、サッカーやりました、うん、はい、やりましたね、はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、いろんな思い出はあるんですけども語り尽くせないということでね、はいはいはい、まとめていいでしょうか。もう時間やばいの、そんなことないですよ、うん、というわけでですね、うん、ここからはですね、はいはいはい、トークメニューというものをですね3つ、あ、フリートークじゃないわけね、おります。ここからはですね、私、はい、ジャムナインギズモが作ったトークメニューに対して、はい、2人でアータコータと喋っていきたいと思います。何ということで、うん、1つ目をモッキーさん、そちらのテーブルに、あ、なんかある、これ、お手紙をですね、これですか、はい、トークメニューでございますので、発表してください、お願いします。なんちゃこれ白いんですか、ん、何それね、それさ、封筒になってるの分かるじゃん。あ、本当だ、あ、そういうことね、ちょっと待って、うん、これ、あ、中にあるのか、そうそう、どこに書いてあんのって言わないでよ、それ。はい、じゃあ発表してください、本日のトークメニュー1個目はこちら、あ、これ、青春時代の音楽について、青春、はい、青春ミュージック、青春ミュージックですね、うん、だそうです、こっち、はい、合ってる、うん、じゃあ青春ミュージックについて喋っていきましょうか。はい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 、モッキーさんは、うん、ちなみに青春時代に一番記憶に残ってる音楽って何ですか。へー、あー、でもね、はい、待って、なんか BGM 小さくなっちゃうんだけどびっくりした、はい、なんだろう、俺ね、もともとあんま音楽聴くタイプじゃなかったんだけど、嘘でしょ、ほんとほんとほんと、本末転倒の話だ。あ、でもね、
あ、待って、グレー、あの、なんかね、カラオビーズもそうなんだけど、はい、あのね、カラオケの練習をしたいから一生懸命 CD 聴いた覚えはある。まあ、昔テープだったけどね。グレー歌ったの？グレー頑張った。マジ？あのね、ファースト、あの、春を愛する人とか。じゃあ、あのね、あれ高いの、サビが。俺、その時高い低い分かんなかったから、はい、あとね、ドリカムも練習した。え、なんで？なんかね、こクラスで好きな子がドリカム好きって言ったから、あ、じゃあ俺歌うわと思って練習した。だからドリカム、あの、歌ってるのが女の人だった。あれ男じゃねえと思った。うん、で、どうだった？歌えたの？ね、難しかった。まあ、そうだろうね。え、声出ねえと思った。じゃあ青春時代の音楽はグレーとドリカムってこと？いや、まだいっぱいあるよ。まあ、洋楽もいっぱい聞いたし。じゃあ、あの当時ね、元気が出るテレビっていうのをね、テレビでやってたんですよ。はい、あのピーチたけしさんの番組でね。はい、で、それで、ダンス甲子園っていうのが昔あったの。ピッツたけしさんって誰だろうと思ってる。でそのダンス甲子園にこう何同い多分年上の人がいっぱい出てくるときに、はい、こうみんな洋楽をかけてこうズンチャン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 って踊るわけ。はいはいはい、そうそう。でそれでやべ超かっこいいじゃんっていうのが多分ルーツ、ガチルーツ。そこが青春時代。ガチルーツ。うん、でその時流れてたのはどんなやつですか。その当時だからランディ MC とかもそうだし、LL クール、これ超ガチね。LL クール J もそうだし、まあ、まあ、当然まあクイーンとか。その時のメジャーもいっぱいバンド系もメタリカも聞いたし、あとはまあやっぱ R&B、 いわゆる R&B もそうだし、いわゆるヒップホップもそうだし、はいはい、その当時言うとね、はいはい、そうもう聞いた。え、 TLC は？ TLC はなんかあなんか新人出てきたねって感じだった。ふざけんなよマジ。まあでも TLC ポーンいったもんね。ビビったマジで。じゃあなんだっけ、もうオリコンっていうかビルボードでポーンいったもんね。おおすげえ、めっちゃ売れてんじゃんと思った。で近くにあの川村電機っていうあの浜岡に昔 CD 屋さんあったんだけど、はい、俺そこ買いったからね。あの川村電機っていう CD 売ってたとこが地元にあって。なんかその洋楽のとこにあるやつがこう、はい、まあランもう LL もそうだけど、まあ、昔はダイアナキングシャイガイとかもね。字幕が必要だな。ね、おーすげえ TLC 入ってんじゃんと思って、うん、ちょっとねドッキリした。シャイガイっていうのはですね、うん、ダイアナキングの名曲でございますけどね。その辺あたりがモッキーさんの青春ソング、はい、だーねーまあでも、うん、ね、うんうん、1歳しか変わんないからね、まあ、似たようなもんか。俺 も、 でもね、なんかラルクとかあのバンドやってるやつ そっちも聴いてた、はいはい、クリス・クロスはクリス・クロス、え、そっち戻した、うん、クリス・クロス、ジャンプって曲があるんですよ。あもうね、もう、まあまあ、もう超メジャーなやつね。じゃあ、ズボン、そう、じゃあ違うんだよ、うん、見た目がやばかった。後ろ前に入ってるでしょ。そうそう、え、あもうゲスパンだ。いいよ、はい、どうぞ。ゲスパンとティンバーと、あとホッケシャツね。そうね。で、ゲスパン逆にするっていうね。あとカンゴールの、あのそれじゃなくてさ、うん、ハットのこの形の方、ね、これのやつね、うん、みんなこうやってやってた。LL クルージェが被ってたね。やばいね。で、LL クルージェはアジャサイズだね。そうだね。いやもう本当にね、はい、当時の音楽っていうのはですね、はいはいはい、すごく僕らにとっては刺激的だったんですよね。そうちょうど、まあ、20年以上前の話ですけどね、20数年、はい、25年とかですか。そうです。あ、まあそうだ、高校生そんぐらいだね。俺も中学生ぐらいだったんだよな。まあとにかくね、TLC がすごいかっこよかったね。だって TLC がかっこいいって言ってる人が、うん、俺昔ビジュアル系のバンドやってました。そう、ビジュアル系のバンドやってたんだけどビジュアル系のねバンドやってたのは高校生なのよ、うんうん、ああ、でビジュアル系ってもさ、あ、シャズナ俺聞いた、その手前ぐらいでやめた。ああ、なんかテレビで流れてたシャズナ。まだね当時ね、うん、俺がバンドやってた時はね、うん、ビジュアル系っていう言葉なかったんですよ。へえ、なぜかね黒系って呼ばれてた。みんな黒い服着てたからじゃない。あでもね、じゃあ、うん、昔街中にあったよ ね、 ね、そういう服屋さん、なんかあの、あ、なんかさ靴先とんがってるやつなんかあの何、レッドマーチンだ。レッドマーチンのこうなんか先っぽが細いやつとか、なんかスカートみたいな、あの原宿にいっぱいそんな感じの服。いや、まあそうだね、うん、そう、うん、まあでも当時はまだビジュアル系というふうに呼ばれてなかったんですよね、うんうん、やってましたね、うん、バンド。ね、え、ね、パート何やったの？キーボードから入ってベースに入り、ま、直しました。裏方だね。そうだね。もう性格の裏方だもん。え、ボーカルとかじゃないの？うん、あ、そういう感じね。絶対ボーカルなんて一生やることないだろうなって当時は思ってた。あ、まあ、なんか 今歌ってるけどね。性格的に超裏方だからね。まあそんな私なんですけど、やっぱね、はいはい、中学生の時に初めて聞いたラップが TLC だったんだよね。うまいよね。あいつはうまいね。本当にね。チャン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 っていう。あの人のリズムの取り方ってさ、他の人にはないよね。え、待って、ちなみに TLC で一番好きな曲は？いや、TLC ウォーターフォールスかな。あー、この人ミーハーです。いやでもね、あの結局クリープも好きだし、ノースクラブでも好きなんだけど、やっぱその初めて
見たのがさ、MTV っていうね、あれはすごかったね、うん、なんか体顔つってなかったもんね、 MTV でね、うん、YouTube で上がってる、まあ、ミュージックビデオしか流れないチャンネルがあったんですけど、当時ケーブルが入るようになって、はい、家で MTVがね、見れるようになったんですよ。でずっと、いろんな PV が回ってるんですけど、その中にね出てきたその TLC のウォーターフォールズっていうね PV がね、当時最先端のフルグラフィックみたいな感じでね、なんかね水に立ってた、そうで、あの人間が水になってるんだよね、そう、ですごいねフル CG を駆使して作られた映像、そこでね初めてラップっていうものをね聞いたんですけどね、あれはもう本当にセンセーションでしたね。ちなみにでも日本でこいつやべえって人はミスマンで絶対言うと思った、迷わずにマンデさん、でもまだまだね活動元気だもんね、はい、いやマンデさん最近はあの出産されましてあんまりやってないんですけど、あの最近ですね、はい、クリームミクがですね、うん、モーニング娘。の CD を見ててですね、ギズモさんの好きなミスマンデっていう人があのラップ書いてますよ。え、本当にマンデさん作家になっ、すげえな、先輩働いてんなと思いましたね。マジか、かっこいいなと、すごいね、はい、ね、まあそんなわけでですね、まあ、TLC だけじゃないんですけどね、はい、僕はあのシャムシェードがすごい好きで、3分の1の純情な感情、言えた、まあ、難しいよあれ、そうですね、あのカラオケで歌えなかったはね、すごいね、うん、かっこよかったんだよね、まあ、あとはね、18の時にね、デンダマ王にドハマりした、あデンダマ王 ね、 ね、はい、でもデンダさんまでやってるよね、やってるよ、やってるよね、インスタフォローしてんだ時々やり取りしてめちゃくちゃかっこいい、すげえな、 CD 買ったでしょ、買った、俺多分俺まだある、ある、うん、ある、うん、ある、いや本当にね、デンダマ王かっこよかったですけどね、そうだね、あの当時ね、すごいね、というわけであなたが、はい、影響を受けた、はい、青春時代の音楽というのは一体何なのかっていうのもですね、はいはい、ぜひ、YouTube にもコメントの機能ついてますからね、そうです、ぜひ書いて、いっぱい書いてください、教えていただけたらいいなというふうに、うん、あの普段のジェイズダイナーと同じぐらいの気持ちで適当に書いてってくださいね、はい、よろしくお願いいたしま す、 しますということで、はいはい、青春時代の音楽でございました。もう終わりなの、まだ喋りたい、わかんない、待って、ブッダブランドもシャカゾンビもなんかその辺の話とかいっぱい、あでもさ、そのリンキンパークとか出てきたあたりだったじゃん、あもうやばいね、あん時、俺さ、その14でさ影響を受けたラップっていうものがさ、はいはい、まだずっと脳裏に残ったまま、待って、多分さ、はい、俺昔ね、はい、三品キャンプっていう歌があったんですよ、はいはいはい、で、そこが多分あのいわゆるその J 日本のヒップホップのスタート、うんうん、マジスタート、はい、で、その後になんかキングイドラがメジャーデビューしたぞって聞いて、うおーってなったもん、はいはい、うん、テンション上がった、そうだね、うんうん、でそうやってそのヒップホップが膨らんでってた時代に、逆に俺らバンド側の人間っていうのがさ、うん、やっぱそのリンプビズキットとか、まあ、リンキンパークとかが出てきたことによって、はいはいはい、バンドの中でラップするっていうのが流行り始めたじゃん、なんかね、うん、それが多分ミクシャーってやつなんだよね、そうで、ね、あのドラゴンアッシュあたりがさ、まあ、そういうのを始めてって、うん、であのそこに追走するようにミクスチャーバンドがいっぱい出てきてさ、はい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 、ミサイルガールスクートとか、あ、ね、懐かしいよね、懐かしいね、うん、でやってたもんね、なんだっけ TMC オールスターズみたいなさあったね、うん、ドラゴンアッシュと仲間たち、なんかすげえいっぱいいた、うんうん、楽しかったな、山田先輩、まあ、そんなわけでですね、青春時代の音楽話してきました、はい、皆さんの青春時代の音楽も教えてください、はい、はい、というわけでですね次のコーナー行きたいと思いますので、はい、トークメニューをオープンしてください、もう行っちゃうの、行きますよ、これさ中に入ってるでしょ、はい、さっき勉強した、ちょっと待ってよ、じゃあお願いしますね次の行きます、大丈夫かな、これなんていうの、記憶に残る過去の人、こちら読めた、オッケー、記憶、メモリー、はい、メモリーズ、記憶に残る過去のメモリーズ、メモリーズ、食事、メモリーズ、メモリーズ、なんかこんな曲ありそうだね、はい、青春の光ですか、あー懐かしいねめっちゃ懐かしい、あと伝えこう、モーニング娘。の初代のあたりって青春時代ですか、うん、でもね、みんなごまきスタートっていう人もいるんだけど、はい、ナッチだからね、あ、やっぱね、その世代ですね、そう、ナッチですから、その世代なんですよ、そう、はい、飯田さんも、うん、そうそうだ ね、 うん、その世代ね、やっぱその世代ですよ、うん、はい、というわけでですね、メモリーズ青春の光は福田さんの卒業の曲でしたっけ、あーそうだね、アサヤン世代ですからね我々ね、そうだ ね、 そうだね、ケミストリーあたりまで見てましたからね、ケミストリーも青春時代の音楽だな、まくった、さあ、そんなわけでですね、はい、記憶に残る過去の食事、過去にいろんなところでご飯を食べてきましたが、それぞれ記憶に残っている食事を、話していきたいと思います、ちなみに先に聞くんですけど、うん、マクドナル長野のマクドナルドの階段でずっこけたの覚えてます？
それいつの話？でもそれ相当前でしょ。松本。ごめん、はっきり言っていい、はい、覚えてません。あ、本当？はい、覚えてません。あのモッキーさんね、うん、当時ね、はい、ブッカブカのティンバーランドのブーツをね、紐なしで履いてたんですよ。いや、基本でしょ、うん、危ないじゃん、紐なしでティンバーランドとかで。紐なしのいいとこ、おなちゃん知ってる？何？すぐ履けるし、すぐ脱げるでしょうね。そう、めっちゃ便利すぐ脱げちゃダメなんだけどね、うん、というわけでですね、うん、そんな格好でですね、うん、なんかビーボーイみたいなね、でけえサングラスしてね、ジャラジャラのチェーンつけてね、それね、本当に初期の話なんだろうね、うん、で、マクドナルド、うん、長野のマクドナルド、駅前ですよ、松本の駅前で、はい、マック買って、うん、で、俺とプリと先に上がって、モッキーさんが最後、あ、違う、モッキーさんが一番最初だ。なんか、すかしてジャラジャラさせながらですね、細い階段を上がってったわけですよ。したらね、こいつこけやがってですねもうその時のこけ方がプレート持ってるじゃん、すごい体勢でこけやがってですね。あのね、はい、マックは何も悪くないね。そうなんだよ、マックは何も悪くない、うん、そう、多分ね、ティンバーランドのせいだったんですけど。いや、ティンバーも悪くない。いや、履き方をちゃんとしてなかった俺が悪い。あんたのせいだって向こう側からすごい言ってるよ。いや、うん、まあね、本当にもう、いや、でもね、でも店員さん綺麗に拭いてくれましたよね。そう、店員さんが片付けてくれた上、全ての新しいメニューを持ってきてくれる。神だね、マック神だね。忘れられないね、そのマックのね、サービスの行き届き方っていうのにね、はい、私は、振り返ってみると驚くんですけど、当時はもうモッキーさんがそのカッコつけてすっ転んだっていうことにねもう私はもうね笑いが止まらなかったですね、あの時はね、っていうのがね、やっぱね、あの一番記憶に残ってるかなと思うんですけどね。すごいね、よくそんな覚えてたね。いやー、プリが覚えてたよ。あ、マジか。あまあ、そんなわけでですね、マックで転びましたけど、ちなみにバドーフ覚えてます？何、バドーフって？え、バドーフってなんかね、豆腐の新しいやつ？いや、なんかね、確か山形だったと思うんですよ。山形？ええ、あの、山形でキャンペーンだ、ご飯食べるときにですね、うん、居酒屋さんに行ったんですけれども、うん、そこがね、メニューの中から注文したいものを紙に書いて渡してくれと。っていう、なんか店員さんに、店員さん書くんじゃなくてこっちが書いて渡すんだ。そうそう、うん、頼みたいものをメニュー見て紙に書いて渡してくれと、うん、はい、いうことでね、うん、なぜか、はい、モッキーさんのところに紙とペンが行ってしまったということでねいや、当たり前でしょおそらく湯豆腐って書きたかったんだろうなって思うんですけれども、うん、できましたっつって、バドーフって書いてあったんですよお前さんずいやなくなっとるやんと思っていや、伝わる人には伝わるから、バドーフね、そう、はい、バドーフ多分すげーの店員さん持ってきてくれたでしょ。いや、湯豆腐が来ましたねいや、バドーフって書いてありましたよね。店員さん神だね、はい、神だね、素晴らしい。キャンペーンとかでさ、一体いろんな街でさ、はい、食った中で一番うまかったもん何、徳島ラーメン。あー、徳島ラーメンうまかったね。いや、でもさ、仙台で食った牛タンの味が忘れられないんだけどね。あー、肉、なおちゃん肉好きだもんね。あれうまかったな、駅前の店でさ。あー、そうだね、もうそうだ、ね、そうか、いや、あれ、ごめん、はい、まとめていい？ありすぎてわかりません。そうなんだよね。たくさんいろいろ食べたよね。ああ、でもね、あの、はい、あの、せずさんじゃないけど、でもなんか、かわらそばおいしい。かわらそば、まあ、あれ神だね。今降りてきた、ヒューって。でも結局さ、スエさん家でやるかわらそばが一番うめえんだよな。なんだろうね、なんかさ、よく、はいはい、ラーメン屋さんで食うチャーハンおいしい、もちろんおいしいんだけど、プロが作るから。はい、でも、家で作るチャーハンが一番美味しいっていう、多分そんな感じ、イメージそんな感じだそうです。そんなイメージ、まあ、とにかくね、かわらそばは ね、すごいね、スエさんちが一番うまい、ね、神だね、ありがとうございます。 あと何覚えてる、うん、あとはね、うん、あのね、お土産で食ったやつ、はい、あの福岡のやつの、なんだっけ、あのお菓子であるんですよ、なんだっけ、なんとか通りじゃなくて、なんとかもん、なんとか娘とか、なんかそんな感じ、なんかね、じゃあるの、なんとかもんって何やったっけ、あのね、じゃあお土産で教えてもらった、向こうの人に、はい、なんだっけ、なんかこうちっちゃいやつがいっぱい入ってるやつで、なんだっけな、多分ね、昔の僕のブログに書いてあります。それマジで美味しかった。うん、そう、見てください。どっかに書いてあります。なんかでもさ、そのプロになってからいろんなその街のもん食わしてもらったけどさ、うん、インディーズ時代ってどこ行っても牛丼かマックだったじゃん。なんでか知ってる？なんで？安いから。まあそういうことですよね。早いから。安心ですよ。京都で、お腹いっぱいになる。京都でバドーフなんか頼んだ日には2万円ぐらい請求きますからね。つかさ、京都さ、はい、あれ。駐車場高かったよね。高かったね。ビビった。じゃあ、うん、ビビる。あのね、浜松1時間100円とか200円ぐらいのイメージ
じゃん。史上最高額を叩き出しましたからね。1時間800円とか行くの？だってあれ東京ど真ん中よ。ライブ終わったら7000円請求だったからコインパーキングで。やべえ、5000円じゃ足んなかったって、うん、ビビった、マジビビった。その次に高かったのは東京上野ですか？そうだね、東京、まあ、あのルイド、あの高かったね。あ、5000円超えましたからね。ない、ないんだよね、あの留め置き1日いくらとかね、何時間まで。まだ原宿とか渋谷はあるんだよね。まあ、奥の方行くとある、ある、あ、ある。上野はなかったんだよね。ね、ビビった、ビビった。ご飯の話なんですよ。ああ、そうだ。ご飯の話。ご飯です。ご飯の話なんですよ。ご飯、まあ、あ、でも、あの北海道の、あ、はい、覚えてる、北海道に焼きそば定食っていうのがあるんですよ。え、焼きそばご飯って、あのね、こっちで言う焼きそばって普通の焼きそばなんですよ。はい。あの、それ俺ペヤング、まあペヤング名前出したんだけど、はい、焼きそば作るじゃないですか、はい、なんだけど、北海道の焼きそばはスープがついてる。ほう、やばくね。ほう、だから多分それ初めてのキャンペーンでなんか言ってコンビニ、なん、どこだっけ、あそこコンビニ、北海道のコンビニ。待って、ごめん、話を追ってもいい？あ、ごめん、ね、北海道で食べたさ、なんかすき焼き覚えてる？あ、ランチ、そう、昼に行ったすき焼き、やばい。あのね、1人1000円で食べ放題だった。あれめちゃくちゃうまかったよね。あれどこだったんだろうね。ちょっとね、名前忘れ、でもなんかね、タクシーで、もう一度梅ちゃんに聞こう、え、連絡先知ってる？いや、ちょっとなんとか探すわ、うん、あとで電話しましょう。マジでうまかったんすよ ね、はい、うん、ね、あれも覚えてますね。それも今日のこと北海道行くか。ええー、頑張ろう、行く、うん、今、うん、ダメだよ今は。あ、そっか、うん、はい、まあそんなわけでですね、はいはいはい、いろいろ思い出深いものありますけど、ね、皆さんもいろんなところでね、多分ご飯食べて、これが美味しかったみたいなのが、ね、はい、あると思うんでね、うん、そういうのもですね、てか逆に自分の町の、あの、に来たらこれを食えみたいなね。あ、ぜひね。浜松来たら何食べてほしい？爽やか。まあそうね、いや、まあ、まあ、ね、でもさやかメジャーじゃん、うん、大メジャーすぎるじゃん、はい、もううなぎパイぐらいレベルじゃん、はい、あそこなんだっけ、あの裏のラーメン屋さん、なんだっけ、あのカツ丼もあるし、まあみ、いや、あの、まあ創作活動ももちろんミミが一番欲しいんだけど、はいはいはい、クローマラーメン、なんだっけなんだっけ、わかるでしょ、早太郎な、うん、早太郎な、そう、早太郎、早太郎ね、正義だから、うん、やばい。そうね、うまいね、うん、うまいね。いや、まあそんなわけでですね、はい、自分の町に来たらこれを食えみたいなのをですね、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、モッキーさん、ラスト1個でございます。トークテーマ、え、もう終わりなの？あ、やっという間でございました。もう、じゃあ次何？じゃあ次のやつを長めに喋りましょうか、モッキーさん。何？これか、ええ、開けますよ皆さん、ね、ブルーリークでね、ちょっとした楽しみにしてもらえればと思ってやってますけどね。はい、なんかすげえ真面目なこと書いてある。何？これから先どうありたいか。あんま長く喋れねえやつだな。フューチャー、フューチャー、まもなく結成から20年、ね、すごいね。もう20年やれそうですかっていう。すごいね、はい、よく20年やったね。だってあれでしょ、ね、俺が21の時にモッキーさんと出会ってるじゃん。そうなの？で、もう出会ってすぐもうジャムナインになってるじゃん。あ、そっか、まあ、だから本当にもう20年経つ、ね、あの浪人生でしたか、ね、浪人してねえわ。え、違うの？大学生だった、留年はしたけど浪人はしてねえわ。そうだ、留年、そっか、半年間ね、伸びちゃったんだね。そこが分かってな い, っていう、ね、4月じゃなくて10月ぐらいだった。そう、夏卒業だった ね、うん、ね、でしたけれども、はいはいはい、ここまで20年ぐらいやってこれたわけなんですけれども、はあはあはあ、じゃあここから20年、もう20年やれますかと。え、待って、20年後何歳？60。お、身内が笑うな、おかしいだろ。いや、でもね、待って、60ってすげえね、はい、待って、もう20年やったら60っすね。え、待って、クイーン今何歳？まあ、あの、もうボーカルいないけど。え、わかんないです、うん、でもね、まあ、うん、ローリングストーンズは未だにやってるぜ。すごいね。え、待って、でもそれ言ったらあれだぜ、なんだっけ、カーペンターじゃなくて、なんだっけ、あの、ディティキ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 、ベンチャーズ。あ、そう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 、ベンチャーズ。ちょっと詳しくない、わかんない、ごめん。てか、ベンチャーズってすごいよね。夏になるとね、来日公演がある。すげえんだってマジ、はい、ありますけどね、うん、まあ、でもローリングストーンズもやってますし、うん、はい、ね、何でしたっけ、リブ・タイラーじゃないや、スティーブン・タイラーの、あー、でかいね、Don't wanna close my eyes のやつですよ、はいはい、何でしたっけ、俺名前が思い出せないから、なんか俺の記憶やってますよまだ多分、はい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 、まあそんなわけで、あと残り20年やると60歳を超えるということですね、モッキーさん。待って、年金、待って、じゃあその時の年金はまだ還暦、まだちゃんちゃんこ、はい、というわけでですね、残り20年やれそうですか、モッキーさん。どうなんだろうね、わかんない。できる、できそう。俺はね、うん、結局ね、80になるまで音楽やってると思うのよ。もう80、80まで生きれるの？わからん。なんで60、80、喜んで、その保証はない。
でも生き残るか生きれないかじゃないですよ。なんかあれだね、なんか、はい、なんかまあ楽しくありたい。楽しくありたい。楽しいことが全てだと思うよ、マジで。そうですね。うん、なんか楽しい、なんか楽しいことをやってると、はい、あれ50、だってアルフィーとかすごいじゃん。やってるね。ね、すごい、うん、じゃすごいんだって。すごい。マジすげえよ。ただね、うん、あのモッキーさんに伝えたいことがあって、いまだにね、その、なんだろう、60になってもやれてるバンドっていうのはですね、大体売れてたバンドなんですよ。あ、まあ、まあそれはそうです。スーパーヒットを出してきた人たちは60になってもやれるんですよ。ほう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 。我々のスーパーヒット曲って何ですか。なんだろう、どら焼き。そんなわけ、いや言ってやったぜ。身内失笑やろ。おかしいだろ。いや、はいはい、というわけですね。まあモッキーさんはね、はいはいはい、世界見えちゃってますからね。いやでもね、うん、いや分かんない、あの曲の構成とかも詳しく分かんないけど、はい、みんな同じこうやっぱルールっていうかあるんでしょ。ありますね。だからね、そのくなんかおもすげえじゃん、これ超面白いじゃんと思った。面白い。だからなんかね、分かんない、そのなんかまあランキングつけることが一番、まあ、分かりやすいのことかもしれないんだけど、おうおう、なんかね、例えばじゃあ、例えばだよ、はい、じゃあそうだな、じゃあ誰にしようかな、誰にしようかな、じゃあ、あのなんだっけ、あの EDM の超メジャーな人、トゥーの人、あの CM 出てる人、トゥーの人、スティーブ・アオキですか。いや、もうスティーブ・アオキさん、俺ね、好きだから。あ、そう。待って、例えばさ、一緒に曲つけましょうって DM 送ったらやってくれるかもしれない。やらねえよ。いや、もう、まあ、可能性ありますよね、オッキーさん。いや、ゼロじゃない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 、ぜひやりましょう、ね、分かんないけど、とりあえず、これ、オッケーです。いや、でもあの、モッキーさん、はい、あの今年に入ってから自分で曲作るっていうのを始めたじゃないですか。はい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 。多分ね、誰も期待してなかったと思うんですよ。え、いやいやいや、待って待って、ま、待って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 、うん、俺めっちゃ音楽好きだからね。おうおうおう、うん、あの多分ね、だからね、うん、誰一人、あのリスナーの皆さんも身内も誰一人、うん、モッキーさんが曲作るって言って誰も期待してなかったと思うんですよ。分かってねえな。分かってねえ。ね、蓋開けたらまさかのちゃんとしてるみたいよね。いや当たり前でしょ。モッキーさんってやっぱ一プロだったんですね。当たり前じゃないですか。ね、ちょっと驚かされましたけどね。いや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 、皆さんのおかげですね、本当に。それだけ機械が進化したってことですかね。最近すごいね。そういうことなんですよ。ボタン押せば音が鳴る。そう、まあそれはなりでしょうけどね。もうポンってね。まあ、そんなわけでね、モッキーさんもね、新しく曲を作り始めているということで、はいはいはい、残り20年やれるとしたらどんな曲を作っていきたいですか。うん、俺ね、基本的にベースがね、はい、ダンスミュージックが好きなの。ヒップホップの人なのに。いや、あのいや基本的にその、まあまあ、ダンスミュージックって四つ打ちもそうじゃないですか、はいはい、まあ、基本的にダンスミュージックってヨーロッパなんですね、はあはあ、ルーツ、まあ、ドイツとか向こうの方なんですけど、はい、まあもう好きだし、はい、どうせヒップホップも好きですよ、まあ、ソウル、ファンク、ジャズ全部好きですよ。だってここまでリリースしてる曲と今度リリースする曲、うんうん、ヒップホップじゃん。まあヒップホップも好きですよ。おうおう、でもダンスミュージックが好きな。ダンスミュージックも好きですよ。あ、そう。まあいろんな音楽好きです。なんかかっこいいやつ好きじゃない。やべ超かっけえじゃん。さっきの BTS、 超かっけえじゃんみたいな。BTS を最近知ったんすよ。お、すごい。あのね、じゃあどっかの有線かなんかで、はい、あ、この曲なんかいいなと思ってたら、それ BTS、 そう、それそれってやつ。じゃあ、あのね、足こうやってやんだよ、こうやってやって。 BTS はファイヤーだろ。いや、かっこいい、超かっこいい BTS。 あ、そう、うん、ちょっとね、じゃあ、で、家帰って検索したりとかして、で、じゃあ、で、いい、これだけ言わせて、はい、BTS のメンバーさんがこの帽子かぶってたの。やべえと思って、で、俺これうちにあると思って、あったの。おうおう、どうですか、同じになりました。なってるわけないですよね。はい、というわけでですね、はいはいはい、モッキーさん最近 BTS を知ったということですけどね。超かっこいいんだよ。でもね、モッキーさんね、うん、8年ぐらい前にですね、うん、あのこのジェイズダイナーっていうね、あの、はいはい、俺らの専用ライブハウスなんですけど、うん、ここのね、あの下1階のところにね、うん、あの韓流ショップみたいなのあったのね。はい、ありましたな。で、そこのお母さんと仲良かったじゃん、なんか知らんけど。なんかね、じゃあ、仲いいね、うんうん、で、そこのお母さんが、はい、なおちゃん、ちょっとよくわかんないんだけど、韓流ショップのお母さんが仲良くなって、なに、防弾少年団っていうのが好きなんだってって8年前に言ってたぜ。え、待って、BTS と防弾少年団って一緒なの。一緒。え、マジか。一緒。本当に、うん、一緒です。待って、ってことは俺8年前から知ってたってこと。そういうこと。やったー。 俺早くね。名前だけは知ってたっていうことなんですよね。うん、早いね。うん、まあ、私 K-POP めちゃくちゃ詳しいですからね。いや、最近おすすめは、最近おすすめブレイブガールズ。ブレイブガールズすごいんですよ。ちょっとここで話すのもあれかもしれないんですけど、女の子、うん、ずっと売れなかったんですよ。でも30になっちゃったんですよ。はい、でもこれやめるしかねえなって言ったら、でもね、そこまでスケジュール空いてたのか分かんないけど、はい、軍隊の慰問公演やりまくってたんだって。
軍隊の芋公演、うん、軍隊の人たちのところに行って歌うっていうのをやりまくってたんだね。おそしたら軍隊、 あの軍隊のとこ行ってあのライブするってこと。そうそうそう。そしたら世間的には超無名なんだけど軍隊の中だけでめちゃくちゃ流行っちゃって、うん、でその曲が、うん、チャートの軍隊の人たちがどんどん卒業していくでしょ、はいはいはい、で軍隊の人たちが新しく入ってくる人たちにそのブレイブガールズのローリンっていう曲を教えるんだって、はい、でずっと軍隊の中で受け継がれて代々その人たちが社会に戻ってきて軍歌みたいになっちゃっててそれがチャート逆走してついに1位まで上り詰めた。それすごい。やろうぜそれ。スーパーシンデレラストーリー。行こうぜ。だって空港、空港じゃないとなんだっけ浜松空港。はい、というわけでですねここまでいろいろ喋ってまいりましたけれども。すげーな。行こうぜ、まあね、せっかくBTS の話もしましたんで、はあ、もう今のそのアジアね、ミュージシャンっていうのはみんなその海外のチャートに食い込めっていうのが一つのテーマで、はい、先日エグザイルお兄さんたちもそうですね、発表してましたね、はいはい、アバターを作って、はい、海外マーケットに進出するという発表がありました。すげえな。みんなここから同じこと言うと思います、はいはい、我々も先にちょっと言ってしまったんで微妙な空気になっちゃいますけどね我々もアバター作って YouTube 始めてね、プラスアルファで、世界に挑戦。はいはい、じゃあこれだけ言わせ、はい、じゃあいいものはみんなで共有した方がいいんだって。なるほど、そういうことです、はい、いやでもね、マーケットがその、はい、なんだろう、日本のポップスマーケット、 J-POP のマーケット、 K-POP のマーケットとか、はあ、そういうのじゃなくなってもグローバル全体の音楽チャートになっていくっていうね。まあそれって素晴らしいね。そうね。だからここから10年で、うん、統合されるっていう風に言われてます。だってさ、配信でさ、はい、見てるとさ、YouTube もそうだけどおすすめ楽曲っていっぱい出てくるじゃん、いろんなやつ。そうね。多分そういうことなんだろうね。うんうん、だからまあ誰にでもチャンスはあると。うん、お、軍隊、軍隊行く？なんかちょっとそれなんかいいなと思って。ブレイブガールズ。後で検索してブレイブガールズ。ブレイブガールズ。分かった。あと、うん、めっちゃいいから。はい、俺初めて聞いた時、なんでこの曲売れねえんだろうと思ってたの。めっちゃかっこいいやんと思って。ブレイブガールズ。はい。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ世界に認められたいですか、モッキーさん。いや、でも分かんないけど、はい、分かんない。でも例えば、じゃあ LL クロジェクトがランディ MC が、はい、俺できたぜって言って、はい、いいねってしてくれたら、はい、俺も泣くわ、はい、本当そんな感じ。もう特定の人に評価されないというモッキーさんですけどね、はいはい、そんな感じです、まあ、でも私、残りの人生の中での目標がですね、うん、ハリウッドの映画の音楽やりたいんですよ。えじゃねえよ。えじゃねえわ。まあでもなんかじゃあどうぞ。いやなんかさ、その今までその日本のさ、分かった、じゃあ、待って、ディズニー遊びに行って、はい、ディズニーの人に曲できたって CD 渡せばいいじゃん。そしたらもう決まる。そんな簡単じゃねえよ。違うの違うの。頼まれろやディズニーに。ああまあいや分かんない。持ち込みか。いやありえるぜ全然。うん。全然ありえるよ本当、うん。だからね、はい、将来ハリウッドの映画の音楽をですね、ジャムナインで担当したいなと。ね、今まで J-POP の世界でメロディーを書いてきましたけど、ありのままのみたいな曲を俺が作ってるかもしれない。まあ可能性はあるぜ、まあ、ゼロじゃね。頑張ってください。やろうよ。あ、じゃあそしたらじゃあその時は太鼓を 俺打つわ。ドンツタンツドンツタン打つわ。まあそんなわけでね、まあ、可能性はゼロじゃないですからね、はい、僕は必ずやってみせますよ、はい、というわけでぜひ、見ててくださいということで、はい、皆さんもね、これからのジャムナインにどうあってほしいのかっていうのをですね、うん、ぜひとも、コメント欄に残していただければというふうに思っております。あ、待って、俺演歌歌ってたの昔ね。なんでそんな逆行したの今。ごめん世界マーケットからの演歌。やっぱね、演歌大事だわ。うん、演歌日本の心。演歌やる？やる？え？やる？誰が？分からん。え、俺歌う？いや、俺らはやらないけど。本当に、うん、分かった分かった。作るよ、別にやるなら。まあなんか、うん、いいかな。というわけで、モッキーさんに演歌を歌ってほしいかどうかもコメントでジャッジしましょうか。はい、というわけで、頑張ります。本日のトークメニュー3つ目、これから先どうありたいかでございました。はい、どうもありがとうございます。さあ、お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。ランチダイナー、思ったよりちょっと長くなりましたね。え、終わり？今日どうでした、モッキーさん。楽しかったですか。え、待って、もう終わりなの。終わりです。早いな。何、とりあえずなんだっけ、ブレイブマイラブじゃなくて、なんだっけ、さっきの。ブレイブガールズね。あ、ブレイブガールズ。はい、うん、待って、それ今すごい気になってる。ブレイブガールズのローリンはマジで聞いた方がいい。うん、ブレイブガールズ。多分ね、うん、韓国で映画化されると思う。ブレイクガールズ。ブレイブガールズ。ブレイブガールズ。うん、
あまりにもストーリーが美しすぎて、やばいね、でも行こうよ俺たちも組んだら。じゃあ行こう。1位って発表された時に泣きながら歌ってたあの子たちの映像がすごい回ってる、なんかでもそういうのいいね、うん、そういうのかっこいいな、うん、いやあとね、うん、あのブレイブガールズが歌ってて軍隊の人が異常に盛り上がってる映像が、うん、あのそのバズった理由なの、それが面白いって出てて、何今待ってもうとりあえずもうあわ、ま、俺とりあえずもそれ、まあ、お疲れさまで、まあ、今日の感想って書いてあったんで今日の感想聞いてもいいですか。ブレイクガールズを見たいです。はい、ブレイブガールズあブレイブガールズを見たいです、はい、以降のジェズダイナースケジュールなんですけれども、はいはい、明日5月5日ジャムナイン単独公演ミックススパイスでやらせていただきます。生放送です、はいはい、そして、13日は私ギズモの単独公演、21日にリリースするストップエージアンヘイトを初めて歌わせていただきます。はい、これ全部あの会員様向けのサービスとなっております。はい、17日ナイトダイナー、はい、これの本物ですね。まあね、僕たちあの僕所詮僕たちは昼間の人間なんで、そうだね、所詮昼間の人間なんで、夜中の人たちにやってもらいます、ね、はい、お願いします、ね。はい、21日、はい、柳屋単独公演、はい、そして26日は全員でダイナーズという合同イベント。待って、今月めちゃくちゃないいっぱいあるね。あるのよ。サーバー大丈夫なの？サーバー大丈夫です。大丈夫、計算してます。あ、わかりました。はいはいはい。そして29日、うん、肉の日にですね。29日、肉の日、はい。はい、どうぞ。お肉を食べよう。ごちそうさまでーす。待って、ちょ、おかしいだろ。何？はい、みんな拍手が起こってます。意味わかんねえ。何何何、肉の日にですね、はあはあ、5月の肉の日に、ミクの、単独公演でございます。29と39、あー、そういう感じだ。違うか。ごめんなさい。クリームミクさん、あの5月29日、メジャーデビュー記念日だそうで。あー、そっか。デビュー2周年。え、ミク何周年？生放送、メジャーデビュー2周年です。2年経ったんだ。ただこの前言ってましたけど、うん、メジャーデビューから2年のうちの1年半は自粛生活だと言ってました。まあそんなもんだろう。まあそれってみんなそうだから、みんなそうだよ。まあね、うん、というわけで、ね、メジャーデビュー2周年を祝う、生放送がございます。これはモッキーさんバック DJ で。え、俺やらなそうです。わかんないけど、わかんないけど、うん、まあ後でまたミクと話すけど、はい、はいはいはい、というわけでですね、ちなみにこちらをですね、はい、全て見ていただくのが会員様向けのサービスとなっておりまして、ジェイズダイナーというシステムサイトがございます。ウェブサイト開ける方であれば、はい、あなたの携帯とここの会場が、リアルタイムでつながるようになっておりましてですね、はいはい、詳しくはジャムナイのウェブサイトの一番上にありますジェイズダイナー、こちらを開いていただくとそのシステムサイトにつながりますので。おー、すごい。あとはですね、うん、あの会員の、プランに加入していただくと、はい、その先のページに入れるようになりますからね。というわけでですね、ぜひ、まだ入ってない人いるの？いるの？いるよ、そんな。言ってあげなさいよ、もっと。いる、いや、でもさ、ちょっと話してもいい？あ、どうぞ、はいはい、最近ね、ちょっと俺ブログで書いて思ったんだけど、うん、今までジャムナインってさ、はあ、あのほら企業の人たちがさ、お金出して呼んでくれるイベントっていっぱいあったじゃん。ありがたいです、本当にありがとうございます。例えばラジオ局の公開収録があるんでギャラ出すんで来てくださいとかね、はいはい、で、あの皆さんは無料で見れますよみたいなのいっぱいあったんですよ、俺ら。ね、だからあの課金しなくても遊べるゲームみたいな感じだと思う。あれ、じゃあ、妄想みたいな感じだと。そうそうそう、だけど、うん、そういうのが、うん、あのコロナになってから全部なくなったじゃん。まあそれできないよ。そう、そしたら全部有料になっちゃったみたいな、はい、まあそりゃそうだ、うん、今まで無課金で遊べてたゲームがいきなり有料制になった人たちみたいな。え、そうだ、そういうことか。許せねえよな、そんなのな。YouTube 頑張っていきますからね、皆さん。ぜひここでも見てくださいね。そっか、そういうことか。あ、はい、そっか、YouTube お金かかんないのか。そうそうそう。あ、じゃあ、いっぱい見てください。まあ、とはいえね、もちろん YouTube も頑張っていくんですけど、はいはいはい、俺らあの本当にあのみんなが楽しんでくれるようにっていうことでですね、あのいろいろ、やってますのでね、もしよかったら、ジェンスダイナーもね。あ、これも最近これも作ったしね。そうそう、あのウェアのね、販売とかがですね、はいはい、まあ、これもそうなんですけどね、うんうん、あの今アパレルブランドやってるんですよ。そう、買ってもらったお金で、うん、ミュージックビデオの撮影をするっていうね。そうなんですよ。なんでかっていうとね、うん、はいはいはい、もう収益が全然ないんですよ、本当に。これね、あのリアルトークとか言って RT っていう。そう、あの、まあ、収益がなくても別にっていうか、もう俺らの、はい、あの事務所はですね、もうこの期間あのコロナが収まるまで、あのお金を稼ぐっていうことをね、諦めてます、半ばなんですけど、うん、諦めてるんだけど、赤字じゃダメだろうと、はい。まあ、だからお金儲かってないのに、次から次にミュージックビデオ撮れないんですよ。みんなでモーターボート、ボートレースやってお金貸すんか。それ違う。まず痩せろって言われてます。あ、そうだね、はい。乗れない乗れない、うん、はい、というわけでですね、うん、まあ、アパレルブランドを展開しておりまして、はい、買っていただいたお金でミュージックビデオを撮っていくっていうのをやってね、でそれを YouTube に公開してみんなに見てもらう。でもリアルだよね。
そうだね、リアルですよ。なんで逆にミュージックビデオが公開されたっていうのはお客様のおかげってことだから、そういうことなんですよね。なんかでもそしたらなんか一緒になんか喜べるかもしれない。そうだね、うん、そういうことですね、まあ、そんなわけでですね、うん、まあ、大変な時代ではあるんですけれども、はいはい、俺らは俺らで音楽を楽しんでいきながら、はい、みんなにそれを楽しんでもらえるように頑張っていきたいなと、まあまあね、一緒に楽しめたらこんなに幸せなことはないですよ、ね、本当に、というわけで、うん、ゴールデンウィーク5月4日、はい、どんな風に過ごしているかわからないですけれども、はいはい、お楽しみいただけましたでしょうか、はい、ということで以上でよろしいですかね、はい、終わり、いいですね、締めてよ早く、というわけでですねまだ登録されてない方はぜひですね、はいはい、ユナイテッドミュージックの YouTube のチャンネル登録をしていただければというふうに、待って、ユナイテッドカタカナ、ユナイテッドミュージック、この映像のチャンネルでございます。あ、そうです、だそうです、はい、でですね、ぜひ、ね、通知の設定のベルのマークもねオンにしといていただけるとですね、あれすごいね、うん、通知設定すると来るね、来るね、俺知らなかった、最近知った、そうそう、やばくね、登録するとベルのマーク現れるんですよ。そうそうそう、それ押すと通知のね設定になっていて、始まりました、いわゆる俺たちが次にアップするミュージックビデオとかがね、はいはい、上がった瞬間に携帯に上がりましたよ、通知来るんですよ。やばい、それは、ね、いやありがたいサービスだ ね、 だね、本当にもうこれありがとうございます。というわけでぜひですね登録していただきまして、はい、通知設定をしていただきますと、はい、我々のこれからの活動も見ていただけるということでですね、はい、グッドボタンも押してください、ぜひよろしくお願いいたします。ということで5月の7日ね、ランチダイナー、ナイトダイナー、ね、ランチダイナーでございました、はい、またお会いしましょう、さようなら、バイバイ。